皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。前回の米中貿易戦争の動画のコメント欄でイギリスの EU 離脱問題について解説してほしいとリクエストをもらったので今回はそれについて解説していくぜ。それは面白いわ。ところで11月に入って寒くなってきたわね。そうだな。うぷ主も暖房をつけてみかんを食べながらこの動画を作っているぜ。この時期の甘酸っぱいみかんがたまらないんだぜ。共感だわ。てか何の話してんだよ。早く解説してほしいわ。いやいや話をそらしたのはどっちだよ。まあそんなことは置いといて、現在イギリスが EU、いわゆるヨーロッパ連合から抜けようとしているのは霊夢も知っているよな。知ってるわ。国民投票で離脱することが決まったわね。だけど決まった割にはなかなか抜けていないわね。そうだな。選挙が行われてから3年半が経とうとしているが未だに抜けていないぜ。今回は歴史に目を通して EU ができた理由や目的をつかんだ上でなぜイギリスはそこまで抜けたいのか、そしてなぜなかなか抜けれないのかをわかりやすくお話しできればと思う。離脱しようとしている理由をなんとなく知っている視聴者さんも多いだろうが、テレビやニュースで言われていることには大きな矛盾点があるためそのあたりも詳しく解説するぜ。よろしくお願いします。まずは EU 結成に至るまでを話していこう。ここをしっかりと知ることで理解が深まるぜ。時は1900年代に遡る。かなり昔ね。すべては一人の青年が犯した事件から始まるぜ。サラエボ事件かしら？その通り、珍しく勘がいいな。1914年6月28日、サラエボを訪れていたオーストリアの皇太子がセルビア人の20歳の青年によって暗殺されるぜ。当然起こったオーストリアはドイツなどを味方につけた上でセルビアに対して宣戦布告をするぜ。セルビア側にはロシアがついて、応戦したぜ。第一次世界大戦の始まりね。そうだな。しかし2年後の1917年、ロシア革命が起こり社会主義となったロシアは戦いから手を引く。強国ロシアがいなくなったということはドイツの勝ちかしら？そのように思われたがロシアの代わりにセルビアにはアメリカが味方としてついたぜ。これによってドイツは一気に不利となって、第一次世界大戦ではドイツがボロ負けし、敗戦国となってしまった。悲しいわね。アメリカによって世界で最も先進的と呼ばれた民主主義のワイマール憲法が定められ、これでドイツは落ち着くと思われたぜ。しかしベルサイユ条約によりドイツは多額の賠償金を背負うことに、国内の経済も疲弊していた上に海恐慌が重なったため、ボロボロの状態だった。そこに現れたのがアドルフ・ヒトラー率いるナチ党だぜ。彼に対する支持は瞬く間に高まり、第一党となる。ちょっと待ってよ。どうした？なんでヒトラーの支持はそんな急に高まったのよ。それは当時のドイツ国民の心情をヒトラーが巧みに利用したためだぜ。さっき述べた通り敗戦直後のドイツは弱りに弱っていたぜ。そんな中現れたヒトラーは再び強いドイツにしようということを掲げた。そして現在のひどい状況を作り出したのはユダヤ人だとしたぜ。それで迫害を始めたのね。でもどうしてユダヤ人なの？ユダヤ人は昔からドイツの各地に自分たちの町を作り、そこに集まって生活していたぜ。その中では経済が発展しユダヤ人たちはかなり裕福な生活を送っていたぜ。それをドイツ人は妬んでいたということ？そうだぜ。ユダヤ人の印象は昔から良くなかった。それを利用してヒトラーは人々の不満をユダヤ人に向け、迫害したんだぜ。なんだか江戸時代の日本の身分差別と似た構図ね。確かに一緒だな。このように、ワイマール憲法ができて落ち着くと思われたドイツに現れたヒトラーは、国民の不満をユダヤ人に向け迫害し、再び強いドイツを作ることを掲げた。人気の波に乗ったヒトラーは一気に独裁を進め、ドイツは戦争の道へ突き進むぜ。しかしこの後再び負けてしまうのよね。残念ながらそうだな。ちなみにヒトラーは自殺したぜ。ここまでの過程を見てきたが、ヨーロッパは何を反省したと思う？そうね。やはりくしくも再びドイツを凶暴化させてしまったことじゃないの。その通りだぜ。今度こそドイツには暴れさせまいと行われたのが戦勝国であるアメリカ、ソ連、英国によるヤルタ会談だぜ。写真は右からスターリン、ルーズベルト、チャーチルが並んでいる。キャラが濃すぎるわ。ヤルタ会談ではドイツを今後どう復興させ、管理するかなどが話し合われヤルタ協定が結ばれた。ここからは三国の協力でついに平和なヨーロッパの時代が訪れるはずだった。はずだったってどういうことよ。なんと、ソ連が変な行動を取り出したんだぜ。東欧の国々に侵攻し統治下に置き、東ドイツを占領したぜ。ここで西ドイツと東ドイツに分かれたのね。ヤルタ協定で合意したのにどうして破り出したの？その理由はソ連の戦争のトラウマや地理的な事情にある。まず、ロシアは第二次世界大戦で数千万人の自国の犠牲者を出したぜ。また国土が大きく国境線が長いソ連は防衛費の削減をしたいという気持ちがある。なるほど、そうした思惑から隣国と戦争したくなくて統治下に置いたのね。そうだな。当時のソ連としては理にかなった行動だぜ。
しかしソ連に対する不信感は必然的に高まってくる。だろうね。そこでソ連に何か動きがあった時に備え、アメリカを中心とした北アメリカやヨーロッパの計28カ国によって NATO、いわゆる北大西洋条約機構が結成されたぜ。しかしソ連と戦う日が来ることはなかった。ソ連が崩壊したのね。そうだ。1991年の12月、ソ連が崩壊しロシアになったことで NATO は必要なくなった。解体されたの？いや、一応何かあった時のためにという形で残されたぜ。結果として一度だけ NATO の軍は出動することになった。詳しく教えてほしいわ。ソ連解体後、同じ1991年にユーゴスラビア紛争が勃発したぜ。ユーゴスラビアはセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア、スロベニア、モンテネグロ、そしてコソボの7カ国がまとまって存在していた一つの国家だぜ。しかしユーゴスラビアの大統領、チトーが死亡した後、独立をしようというところが現れた。この独立派と独立反対派が喧嘩し大紛争となったんだぜ。そこに介入したの？そうだぜ。アライドフォース作戦と呼ばれる空爆が行われ、5000人ほどの死者が出たとされているぜ。ヨーロッパをソ連から守る目的で作られた軍がヨーロッパ内の紛争に介入するってなんか悲惨ね。そうだな。ここまでヨーロッパの歴史を話してきたが感想を教えてくれ。たくさん戦争をしてきたわね。それとドイツを抑えるのに何度も失敗しているわね。そうなんだぜ。後に EU ができるわけだがその裏には二度と戦争をしたくないというのが軸としてあるぜ。ここから EU の成り立ちを解説していくがヨーロッパの歴史の背景が分かったのでなるほどと納得できるはずだぜ。早く聞きたいわ。実はすぐに EU という形ができたわけではなかったんだぜ。EC、ヨーロッパ共同体が最初にできたのよね。歴史の授業で習ったわ。教科書でも見落としがちだか、実はそうじゃないんだぜ。そうなの？最初にできたのは欧州石炭鉄鋼共同体と呼ばれるものだぜ。石炭と鉄に関係するのね。そうだな。詳しく解説するとしよう。当時、石炭と鉄は武器の源だったぜ。ドイツとフランスの境目にあるアルザスロレーヌ地方は昔から石炭や鉄鋼が取れる資源スポット。ここを何とかして管理しなければまたドイツが暴れ出す可能性があるわけね。その通りだ。とりあえずヨーロッパ全体で武器の源を管理することで平和を保とうとしたんだぜ。どこの国が加盟していたの？フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクが加盟していたぜ。あれ、イギリスが入っていないわね。それについてはもう少し後で話すとしよう。戦争を繰り返さないために作られた欧州石炭鉄鋼共同体に商売の市場を一つにしようと作られた欧州経済共同体と原子力をみんなで管理しようという欧州原子力共同体が加わり、3つまとめて欧州諸共同体と呼ばれるなどになったぜ。武器、原子力、経済をみんなで管理するようになったのね。そうだぜ。ようやくその後、みんなが知っているヨーロッパ共同体、EC ができるぜ。この時点での加盟国は11カ国。この後途中からイギリスが入ってくる。どうしてここまで遅れたのか、理由は2つある。1つ目はイギリス自体が加盟を嫌がったため。産業革命以降、世界最強という立ち位置だったイギリスはプライドもあってか、できるだけ共同体とは距離を置いていたぜ。しかし経済が悪化してきたイギリスが加盟の色を示すと大のイギリス嫌いだったフランスのドゴール大統領が拒否する。まあ死んだ途端に加盟するんだがな。わろた。ここで12カ国となる。ちなみに欧州旗の星の数に関して、この時の加盟国数が元となっていると誤解されがちだがそうではないんだぜ。何が元となっているの？欧米では12が完全な数字だとされている。完全、完璧といった意味があるんだぜ。テストに出るので覚えておきましょう。そしてついに今の EU、ヨーロッパ連合ができるぜ。これにより加盟国圏内のパスポートなしでの移動が実現した。それからユーロによる通貨の統一もしたぜ。そして EU 法なるものが定められた。この EU 法は各国の法律よりも高い権限があるため、国はその範囲内で法律を作ることになる。日本で言えば APEC に法律の大半を決められている感じかしら。自国で決めれずに EU の束縛がいろいろあるのね。そうだな。簡単に言えばそれがイギリス側の不満だぜ。では EU 離脱の理由を詳しくお話しするとしよう。ようやく本題かよ。一般的に知られている理由の間違った点も指摘するので最後まで見ていってほしいぜ。仕方ないわ。まず一番大きな理由は、移民、事実上の難民受け入れ問題だぜ。2011年頃から、中東と北アフリカではアラブの春と呼ばれる民主化運動が激化し、政府との衝突や紛争が各地で勃発したぜ。そこで難民が増えたのね。そうだな。彼らは北に向かって歩き、どうやら移住者の社会保障が手厚いと噂の EU を目指す。中東からヨーロッパは物理的な距離があるのによくそんな移動できるわね。確かにな。だがこの背景にはスマートフォンの普及がある。難民のスマホに充電を提供するボランティアもあるほどだぜ。
こうして難民は社会保障が手厚い EU の国を目指すぜ。例として、ドイツは難民に対しアパートを提供し、食費、医療費、子供の教育費を全額負担、さらには毎月、一人当たり約4万9千円のお小遣いを出しているぜ。すごいわね。難民が遠い国を目指して歩くのも納得だけど、どうしてこんなに手厚いの？政治的に考えれば簡単だぜ。政権を握っている政党としては、手厚い社会保障をして自分の政党を支持してもらえば大きなメリットとなるよな。確かにそうね。だがそうはいかなかった。なんとこの移民たち、自分たちの新しい政党を作るようになったんだぜ。それは大変ね。こうした難民たちがイギリスに行くからイギリスは嫌ってことかしら？そうだぜ。イギリスはドイツなどよりも物価や給料が高いため多くの難民がドイツからイギリスに出稼ぎをしに行くんだぜ。それと同時にテロリストも流れ込むためイギリスとしては困るわけだな。ただしテレビやニュースでも間違って解説されがちなのは、どうやって難民がイギリスに入国しているかだぜ。どういうこと？よく EU 内の移動はパスポートがいらないためと言われているが、実際イギリスは宣言協定に入っていないので他の EU 加盟国のようにパスポートなしでの入国ができないんだぜ。じゃあどうやって難民は入国してるのよ。普通にビザを取って入国するわけだが EU 法では入国人数を制限できないことが定められているのでビザの発行を拒否することができず、結局みんな入国できるわけだぜ。皆さん、友達が宣言協定によってイギリス入国にはパスポートがいらないと言っていたらドヤ顔で宣言協定に入っていないことを教えてあげてください。友達が減るだろうからおすすめしないぜ。まとめると社会保障目的で EU に入ってきた難民がビザを取ってイギリスに入り治安が悪化する。それを嫌がってるわけね。そうだな。もし EU 離脱を果たせば、EU 法に縛られないので、自由に入国を管理できるようになるわけだ。二つ目の理由は貿易だぜ。すべての EU 加盟国は EU 加盟国以外と貿易協定を結ぶことができない。日本と直接貿易ができないことを意味しているわね。その通りだぜ。もし EU を離脱し各国と個別で貿易できるようになれば経済面で良い影響が出ると考えられているぜ。ギリシャ危機で浮き彫りになった EU 加盟国が金融政策を打てない問題はどうなの？霊夢は見事に引っかかっているな。ギリシャが破綻した際、使用しているのが欧州中央銀行発行のユーロであったため金融政策を打てなかった。EU 離脱に関して、イギリスにはそういったユーロへの不安があると解説している人をよく見かけるが実はこれ、イギリスは独自のボンドという通貨を使っているため真っ赤な嘘なんだぜ。ここまで離脱したい理由を話してきた。入国管理と輸出入以外にも他にも細かい理由はあるが、お気づきの通り全て EU 側との法律上の権限関係によるものだぜ。もし離脱すれば EU 法に縛られないから解決できるわね。そうだな。離脱によってイギリス側20兆円ほどの損害があるといった逆にイギリス損する説や本当は英国政府は離脱とか言い出して後悔してる説も出ているが、国民投票から2年経った今も世論調査では離脱するべきという意見が優勢だぜ。出派なんてなかなか抜けれないのよ。まずは離脱とともに EU 側が約1000億ユーロの支払いを求めているため、それから関税によって EU がイギリスをいじめ出す可能性があるためだぜ。確かにいじめそうね。またイギリスの国会でも反対派がいるためなかなか定まらないようだぜ。EU の歴史的背景と現状、そしてイギリスの離脱問題についてよく理解できたわ。それは良かったぜ。もう3年半も揉めているんだからそろそろ決めてほしいぜ。それでは今回はこのあたりで失礼するぜ。解説してほしい事柄があればぜひコメント欄にお書きください。ご視聴ありがとうございました。